せーの、マジでどうも、主役のシリと、マグアキと、ありがとう、リマリです。豆知識クイズ。まあ、今回タイトルの通り、各々が、まあ、豆知識に関して勉強してきたと。まあ、ウィキペディア調べがほとんどなんで、温かい目で見てくれるとありがたいんですけど、はい、今回我々が、まあ、それぞれ、まあ、なんかいろんな種類の、まあ、豆知識を実際に問題に出して、まあ、答えれるか、どのくらいみんなが豆知識、まあ、知識を知ってるか、知識があるかっていうところを今回確認していこうと思うんで、まあ、今回、まあ、私が出していこうかと思うんで。ちなみに何の問題出すんですか？今回は私、車に関する豆知識を持ってきたんで、勝負とかではないんで、特に。まあ、いかに自分が何を知識、どんだけ知識あるかな、それ知ってんな、みたいな、っていうところだけなんで、じゃあ俺が問題出していくんで。それでは行ってけ！マジ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 。今回、先ほども言ったみたいに、車に関する豆知識を、まあ、出していきたいと思います。では、第1問目。昔ですね。昔は、車のボディが禁止されてる色がありました。それは何色でしょう？禁止されてる色。今は大丈夫ですか？今はいいです。昔は車のボディが禁止の色がありました。それは何色でしょう？それこれです。全部ウィキペディア調べなんで、温かい目で見ていただけると。シンキングタイムはいらんね。今シンキングタイムです。落ち着いてください。もう大丈夫です。オッケー、できました。はい、できました。じゃあまずはちょっと自信ありそうだったイモニーさんからお願いします。僕からいきます。はい、じゃあいきます。ホワイト、ホワイト、白、白と白。ほう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 。根拠はないっす。根拠はないっす。根拠はないっす。続いて南丸さん。黒、黒、うわ、ブラックと。おー、マガキさんも、うわ、マジでかぶった。黒と自分の色と。お前ら頭悪いな。明治時代、黒、黒の車あったろうもんかい。ちなみになんで、いつからって話じゃなくて、いつからとは言ってないです。いや、なんで黒かって言ったら日光とかで、俺もそう、熱焼けそう。俺もそれ。あー、火事がいい。なるほど。モーター焼けん。今さっきね、そう、資料やつ、ボディか、ボディ、ボディ、うん、そうだから焼けるけんみたいな。なるほど。もあるかなーちょっと。俺は根拠ないっす。根拠なく、根拠なくホワイト。まあ、あと問題的に今は大丈夫やけど、そう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 。なるほど。もうそういう感じ。しっかりその着弾したと。答え、赤色です。ですよね、それ。いや、俺もだけど。なんで全然違うやん。買いがよかったわ。マジで、そう、赤色。赤と思ったけどな。だって車って金持ちやん。まあまあそうね。金持ちしかも乗らんけんね。じゃ、もう第2問いっていいですか。じゃ、第2問目、はい、いきます。はい、現在のですね、おそらくこれは生産台数が世界一の普通自動車は、メーカーではないです。種類です。名前です。トヨタとかマツダとかではないです。車の名前ですね。そういうことです。うわー、なんか聞いたことあるぞ。世界ですよね。生産台数世界一ですね。生産台数です。売れてるかどうかではないです。それは日本車なんですか？ヒントですか？日本車です。うわぁ、日本車で世界一。これ何回も言うんですけど、ウィキペディア調べなんで当たってるかどうかは分かんないですけど、でも、もうこれしかない。うわ、来たかもしれない。何しかない。いいでしょうか。はい、いや、安直か。まあいいや、これでいこう。自信はないです。ちょっと安定も超えてしまったな。はい、じゃあ次、マグアキさんから。プリウス。おー、プリウス。ほう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 。しかないと思ったけど、同じくプリウス。プリウス。あー、やっぱそうだな。確かに日本ではね、確かに多くね、見るからね。じゃあ、イモリさん。ハイエース。ハイエースって何て言うの？大きい。ハイエース。そう。海外とか言ってそうな気がする。そうです。ロケバスみたいな。ロケバス。確かに海外ありそうじゃない？多そうじゃない？確かに世界の生産台数。そうそうそう。確かにプリウス、多くは見ますけど、これ生産台数なんで。売れてるかどうかじゃないんで。違う。答え、カローラです。あー！歴史が長いっす。カローラ。やった！そうだ。まあこれ、
僕調べなんで、もしかしたら間違ってるかもしれないですけど、友達乗っ取るわかんのな。そうやった。僕調べでカローラです。聞かんもんカローラって。いや俺の友達めっちゃ自慢げに、俺カローラの同じくらい歴史長いってですね、プリウス。まあそうだね。まあカローラも一応トヨタですね。まあ、確かに。ということで、じゃあ、3問目。はい。で、そのトヨタっていうのにちなんだ問題ってなんですけど、はい、世界の販売台数第1位はトヨタですが、はい、2位はどこでしょう。どこの社名、社名って言うとそういうトヨタとかマツダとかそういうの。あ、それ日本メーカーですね。日本メーカー、あの世界でなんで全部含めてください。いや、これは自信ある。日本とは限らないです。第販売台数が第1位がトヨタ。じゃあ第2位はこれ一応僕調べでは2020年ですかね。これは2020年調べですね。 OK、 はい、おお、できました。はい、自信あんまりありそうなんで、あんまりはちょっと外して。俺自信ある。あ、自信ある。めっちゃ自信ある。あ、めっちゃ自信があると。あ、じゃあランマルからいこうかな。じゃあランマルさんから。スバル。スバル。おー、あれだろ。まあ、確かにスバル。俺スバル君が好きよ、めっちゃ。俺結構自信ある。あ、じゃあマグいくか。あ、ごめん、俺もフォルクスワーゲン。フォルクスワーゲン。ほー、なるほど。じゃあ答え、フォルクスワーゲン。イエーイ。ちなみに、ごめん、あのテレビで見た。なるほど。テレビ。じゃあこれは正しい知識であったと。ワードゲームは見た。まあこれは結構比較的簡単な問題かなっていう。世界といえばフォルクスワーゲンみたいなとこあるよね。まあまあ、トヨタでしょ。トヨタが1位なんで。トヨタ1位やっぱすごいな、やっぱ。いや、やっぱ違うの、ドイツは。いや、ドイツはやっぱ、ドイツ経験はやっぱ違うんで。ドイツのプロはちゃうな。じゃあ第4問目いきます。はい。世界最長の車は何メートルでしょう。最長、長さ。長さです。長さか。リムジンみたいな感じですか。まあそうですね。うわ、何メートルの、大体普通の車は 2.7 メートル、ね、まあ大体そうね、2.7メートル、3ないぐらいだよね。トラックとかも入るってことだな。乗り物やけん。入ります。よし、世界最長車。え、それ4輪ってこと。いや、あの世界最長の車は何メートルでしょ。車がどこのブレまで入ると。いや、もう車なんで。ドンとか。いや、もう車なんで。訓練やったらバイク、自動車って言って、自動車やけんがもう、自動車の分類に入る。自動車分類なんで。だけどタイヤが何個とかなく、タイヤが何個とかなく、もう自動車を多く含めて考えてください。バスとかまで行きます。そうです。うわぁ、むずっ。ただそう、何の車ですかっていうのではなくて、何メートルですかっていうことなんで、メートルか数字を書いてほしいです。いや、物理的に考えての答えにするっすね。まあ、結局はそうだよ。物理的に考えて。そんなバケモンみたいなさ、長いの作れるけど。そう。オッケー、来た。来た。オッケー。現実的にいった。現実的に。いいでしょうか。はい。じゃあまあ、ちょっと自信ありそうな彼は。自信あるよ。自信ないよ。自信あるっすか。自信ないよ。バケモンやろ、自信ある。じゃあ、イモニーさんから言いましょう。577メートル。ちょっと待って。刻んだ、刻んだ。いや、気合でも曲がれみたいな。気合みたいな。新幹線もなんかやばすぎる。でもさ、大きい電車とか運ぶときはさ、結構大きいやつだけどダメかなと、その最大かなと思って。いや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 、じゃあランマルさん。4人。お前は大変だよ。お前は大変だよ。ちょっと待って、ちょっと待って。え、俺気まず。俺、いや、じゃあマルさん、そんなマルさんは何メートル。気まず。お前それはないって。お前極端だし、でも 8.75 って多分バス。皆さん、あの車についてもっと勉強した方がいいです。30.5m。 あ、全然違う。違う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 。ちなみにさ、の30.5m は1986年に認定された26車輪のリムジンカーらしい。へぇ、やっぱリムジンなんや。だけどそういう系かなと思ってね、ちゃんとした車なんかなって思って考えても、世界最長なんで、いや世界のトップオブトップはやっぱこんぐらいいくと。はい。じゃあ私最後の問題です。はい。これは結構サービス問題かもしれんけど、知ってる人は多分知ってるかなっていう感じで、はい、世界最速の車は何でしょう、はい、何でしょう。サービスで何の車の種類と、その時速まで書いてもらってもいいですか。知らねえよ。確かに。いや、でもね、多分ね、いや、この前、車やろ。車です。車やな。はい、いいよ。
自信はないっす。うーん、確かこんな感じで気づく違うかな。知ったかん。お、いいですか。はい。じゃあ知ったかんの若崎さんから。やばすぎる。ランボルギーニ。ランボルギーニ。時速は385キロになったから。385キロ。なるほど。いや、俺もそのぐらい乗ったけど。ランマルさん。ブガッティ。はい。ブガッティね。あー、ブガッティ570キロ。ほうほうほう。待って、俺、ブガッティは頭だから。待って、俺、車種名全然言ってないよ。今井さん。メルセデス・ベンツ。あ、ベンツ。あ、ベンツね。うん、の433キロ。刻んだ。ごめんけど、俺の、まあ、知ったかどうかわからんけど、ベンツはそんな出らん。答え言います。はい、最速の車、ブガッティ。やっぱブガッティよな。時速が400、418。お、500?18。お、490。正解。やるよ。いや、でも惜しい。惜しい。グランマルだ。メッセージ関数。俺もね、前見たやつ、ブガッティやったけどなって思ったけど、確かに何もあってな気がするじゃん。いや、400以上は出ると思ったんです。いや、めっちゃだな。